え、今日何やるんですか。今日は何やるんですか。今日何やるんですか。何やるんですか。僕は聞いてるんです。いや今日は僕が聞いてるんです。あの女優さん2人に、はい、あのゴルフをちょっと教えていこうと思っています。あ、そうなんです。はい。もしかして私たちです。はい。へそ出てますけど。はい。いいんですかこれ。これありですかゴルフは。服装的にゴルフ場とかでこういう服装ってどうなんですか。まあ練習場だったらまあ夏だし大丈夫だと思います。あ、大丈夫みたい。はい、そうなんですね。ゴルフ場は、ゴルフ場はアウト。アウト。へそ出しがアウト。いや、へそ出しはいいんですけど。いいんだ。襟付きとか。ああ、え、こういう襟なしはダメなの。ゴルフウェアの襟なしは OK の場合があるんですけどね。はい、うん、要はスポーツウェアみたいな。そう、スポーツウェアみたいなやつは。ただ T シャツとかこういうのはダメだと。確かにミニスカート OK ですもんね。そうそう、ミニスカート、OK、決めたのがスケベなおじさんなのかな、もともとのルールをね。し、そういうこと言わない。スケベなおじさん。っていうか、その前にちょっと紹介した方がいいんだ。ああ、そうですね、うん、あの女優の柴田千尋さん。柴田千尋です。はい、どうもどうも、はじめまして。隣が女優の堂の下沙羅さん。堂の下沙羅です。よろしくお願いします。うん、ちなみにゴルフ経験はあるの。ね、この間ちょっとあそこの FG ツアーさんに参加して、させてもらった時に練習したんですよ、ちょっと。そしたらその時は当たらなかった。何回か1球も、うん、何回ぐらい振ったの。何回か振ったな、 10回とか振ったのかな、うん、けど貸すって感じだったし、全然当たらない時もあったし、うん、あんな小さい球にね、あれが当たることの方が不思議だもん。サラちゃんは。私もあのクラブ握ったことないです。ない。あ、そうなんだ。え、スポーツ経験。スポーツ経験はソフトテニス、うん、を中学の頃にやってたぐらいですね。結構面を使ってフルスポーツやってるんで、結構ゴルフ向いてるかもと思うんですけど。さあどうでしょう。ハルさんはフルスポーツは何かやってる。フルスポーツ、棒を使ってフルスポーツ。なんか下ネタっぽくない。いや、棒、いや全部そこに繋げようとしてるでしょ。全部なんで棒使っちゃうんですか。いや、棒アイスホッケーとかってこと。アイスホッケーとかはないな、やったことないけど。今女の人も野球やったりするでしょ。あ、でもサップやってるから、サップも棒みたいなのに書いてる、こうやって。あ、そうだ。サップって何ですか。スタンドアップパドルって、あのサーフィンみたいなボードの上で波にこう乗って、波というか海に、うん、でこうカヌーみたいに立ったまま漕いでいくの、そのボード、うん、ボート、うん、だからまあ棒は使ってる。棒は使ってる、ね、棒は使ってますね。そうだよね、うん、棒は使ってる。だから多分まあちょっとセンスあると思う。コーチが大丈夫かな。じゃあ一応場所、ここの説明だけ。はい、まあ、あの千葉県姉崎市にあるアニックスゴルフさん。アニックスゴルフさん、まあ、あの自分がお世話になってまして、はい、よく練習させてもらってます。はい、すごい打ちやすい練習場なんですよ。へ、はい、まあ、広々としてて、ここでなかなかやってもしょうがないんで行きますか。そうですね、はい、でもすでにもうめちゃめちゃのどかだもん、外がもう、うん、田舎のばあちゃんちよりも田舎。こんにちは。お邪魔します。お店だね。めちゃくちゃ置いてある。かわいい。やりますか。やりますか。もうやりますか。あ、やれるんですか。じゃあもう。入っちゃう。追い出しちゃった。もう大体こうゴルフに必要な、はい、道具は大体ここで揃う。ショップの、まあ、後ろのグローブの。はい、あのアネックスゴルフの試合のリカさん。はい、どうもよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。楽しみ。ぜひ楽しんでてください。ありがとうございます。リカさん、またバイバイ。さよなら。さよなら。お疲れ様でした。じゃあとりあえず実際にお二人に打ってもらおうと思うんですけど、うん、まず最初は、まあ、女性用の7番アイアン。7番アイアン。7番アイアン。え、何もしなくていいんですか。何もちょっと先入観入れないで。距離感も分かんない。あ、球の置く場所だけちょっと、はい、なんかさ、あれじゃない、ピョコンってさ、こういうとこからさ飛び出てきてませんでしたっけ、なんかの時。こういうね。あ、そう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 、ピョコンってあの赤ちゃん、ウミガメが生まれるみたいにさ、こうポコッポコッとね、うんうんうん、そういうあの座席もある。これ平らなとこでもいいんだ。そうそうそう。へぇ、じゃあ、はい、打ってみます。人生初？
人生初。マジで？まあ、でもそうなるよ。いやなんか上げた感じ、なんかめっちゃ綺麗だなと思ったけど。打つのかなって。まあなかなか当たんないからね。もう一回だけ。そうですね、もう一回だけ。そう全然。間違ったね。今。恥ずかしすぎる。今の素振りでしょ？今の素振りでしょ？大丈夫。次本番。まあ3球ぐらい、3回ぐらい打ってもらって。はい、ラスト。当てる？当てます。思ったもん当たんないよ、こんなちっちゃい球に。ちょっと当たってから、当たってから次柴田さんでしょ。あ、そうです、そうです、当たるまで。ちょっと当たるだけで。当たる人がたちすごい。これちょっと、コツみたいなのも教えてくれないですか。後で。それずっと当たらんかった。あ、当たった。よし。嬉しい。当たっただけで嬉しい。みんなこれスポンスポン当ててるもんね。なかなか当たんないから。上に上がってないもん。でも私は今。じゃあ次。行っちゃいますか。へそ出しの柴田さん。よし。え、今日は撮影だからへそ出してきたの？夏だからですよ。夏だから。暑いからね。少しでも面積を少なくしようと思って。いや、柴田さん、話聞いてなかったでしょ。え？ここで。なんでだっけ？ここ、あ、ちょっと一段高いから？うん。この線から後ろは、こう、アドレスする、立つ場所なのね。へぇー。あ、これじゃないですか、違う言ってたら。あ、ここって出てくるでしょ、ウミガメの卵の。ここじゃなくていいんですね、ここで、ここでいい。最初ここで。お。はい、素振りね。素振りね。うん、素振り。当たんのこれ。ああ、待って、今だ、今だ、待って、今だ、今だ。危ない、危ない。違う、今の話。いや、とっても今の話、ちょっと。カツンといきたいな。それ。おお。当たったーん。けど、ゴロゴロンってなってましたね。てか、でもこれ、本当にうまくなる？結構難しいかもしれない。冗談冗談冗談。だから2人はどこまでやるの？プロ。プロ。プロ。え？プロ。女子プロゴルファー。冗談です。あのアメリカでみんなでね、アメリカのコースを回れるぐらい。アメリカだったら多分こういう感じのへそ出しの服装で。ゴルフしても大丈夫。おあ、そうなんですか。大丈夫なゴルフ場結構あります。あ、ゆるいゴルフ場もあるってことですか。そうですそうです。あの遊び感覚でできるゴルフ場もあるし、ちゃんとちゃんとこう敷居の高いところとそういうのがいろいろあるってことです。分かれてるんですよ。はい、サラちゃんの目標は。私の目標は、まあお付き合いでこう一緒にあのスローテンポでなく。一緒に回れて楽しめたらいいなと思いますね。それで縁が広がったらいいなと思います。パドだっけ？パドダメ出しだ。要はおじさま、お金出してくれるおじさまと一緒にゴルフ回ってお小遣いがもらえるようにしたいと。なんでそういういやらしいこと聞くの？お金じゃないです。お金じゃない。そうです、縁が広がればいいな。女優さんだからいろんな上の人たちと回りたいと。そうです。それがあの最低限迷惑ならないようにしたいです。それぐらいのレベルにはどれぐらいのスコアが出ればいいですか。最初の目標としたら115。115を切る。115、うん、それ何で115なの。なんとなくなんとなく100切りって結構壁が高いんですよ、はい、でも女性の場合だとやっぱ115っていうのが大体の基準になるんで、はい、115切り。それだと結構簡単に超えられます。簡単ではないです。あ、今の現状だとやる。頑張ります。まず最初にグリップ、まあ、握り方、まあ、ちゃんと握り方がゴルフってこう
クラブのフェース、面を使うスポーツなんだけど、こうしっかりした握り方をしとかないと、この面がフェースをうまく使えないから、こう最初に正しいグリップを覚えるってすごい大事で、でまあ、そのグリップをどう握る、正しいグリップをどう握るかっていうのが、まあ、まず左手なんだけど、こうクラブ置くでしょ。パッパッと置いて、そうそうそう。で、左手を真似してもらったりつける。で、この時に重要なのが、左手の親指のこの腹があるでしょ。これをしっかり棒の上に、クラブの上に乗せる。これがこう外れたりとか、こうなったりとかしないように。真上に。ちょっとチェックさせて。で、もう一つ、こう握る場所が左手の手のひらと指の付け根。ここだとちょっと手のひらすぎるでしょ。この辺で握ってあげる。こうか。そうそう。指っぽい感じだ。そうそうそう。指っぽい高で握って。そうそうそう。で、ピロン。そうそう。ここここここ。そうそう。完成完成。へえ。で次。もう手が捻挫した。これ結構普通じゃしないもん、この感じ。確かに。本当にすごい違和感。筋が伸びてる。いや、これこっちこう伸ばしすぎだから。そんな力まなくて大丈夫。このまま。すごい。それ捻挫しない。で、まあ、理想を言えばこう、そう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 。そして手首の縦を、縦のホックを使えるような。手のまんま。これでこうできないでしょ。こうなっちゃうでしょ。ゴルフってこの縦のこう手首の動きが大事。結構重たいからこれ大変だね。そうそうそう。でまあ左手のグリップはこれで完成で、次右手。右手も一緒で、手のひらと指の付け根の部分でこう握ってあげる。ちょっと右手よりも。あ、左手重ねて。あ、重ねない感じかな。重ねるところに。そうそう。で、にんにん。そう、合ってる。こう。あ。そう、にんにん。一回ね。にんにん。親指ちょっとあれかな。そうそう、ここかな。こう。うん、そうそうそう。こうこうこう。で、こう。こう、一回こうやってグリップ右手もつけたら上げてみて。上に。え、右手も親指こうまっすぐに伸ばします。右手の親指、そうそう、今から言おうと思ったんですけど、少し挟んであげた方がいいな。この上にまっすぐ乗せんじゃなくて、うん、こう挟んであげる。ああ、少し行き過ぎる感じですね。そうそうそう。そうそうそう。こんな感じ、うん、こうやって個性とかじゃなくて、ほとんどみんなこの持ち方をするんですか。そうだね。へえ。これがやっぱフェイス使いやすいグリップ。まあ、あと個性でこう絡めたりとか。うん、それよく。そう、これをインターロッキンググリップって言うんだけど。ここ？そうそうそう。もうこっちが握りやすかったらこっちでもいいんだけど。どう？どっちが握りやすい？こう、どう？こう。今こう女性とかはインターロッキンググリップは結構おすすめなんで。これ？うん。でも小指がパキパキってなるじゃない？確かに小指は痛くなる、最初。うん、じゃあやめとこう。痛いの、いや、これ。こう。こう。それで、こうやって上げるでしょ。どう？絡めるのと絡めないのどっちがいい？絡めない。絡めない。じゃあ絡めない。痛めそう。で、うん、ね、この時にさっき柴田さん離れてたでしょ。え？結構離れてたの、こうやって。あ、こっち一人の時だ。自分でやった時。そうそうそう。そうそうそう。ああ、なるほど。確かにそうかもしれないな。そうそうそう。だからなるべくここは離さないように、左手の人差し指と右手の小指、こう離れないように一緒にくっつけて。絡めないにしてもくっつけておくと。そう。オーケー。ここまで大丈夫？はい。ちょっとグリップ2人の確認させてもらって。はい。願いを出して。そう、上につけて。いいよ、OK。いいよ。もう試して。あ、できてる、できてる。できてる、できてる、できてる、できてる。できちゃうよね。ね。一回外したら持ってきて。確かに。大丈夫、大丈夫。大丈夫、ここまで。大丈夫、大丈夫。よし、じゃあ、次。2つ目、フェイスの。すごい。
たもん今。